さあ今日は東京都中野区中華そば青葉さんにやってきました。この佇まいいい雰囲気ですよね。さあそして今日は何食べようかな。さあ今日はメロンシート特製つけ麺の大盛りをオーダーしました。美味しそうなつけ汁です。そしてこの麺見てください。もうねつやつや光っててこの麺だけですっごく美味しそうなんですよね。それにしても大盛りめちゃめちゃ量あるね。さあやってまいりました。お、まずはスープだけでいきますか。さすがグルメのメロンシート、スープの味を確かめてからどう攻めるか攻略方法を考えているのでしょうか。このね麺がね本当にもちもち、もう見るだけでもちもちしてるのがよくわかりますよ。美味しいでしょうメロンシート。あーツヤツヤして美味しそうな麺ですね。さあこのつけ麺なんですけど、いろんなタイプがあると思いますけれどもね、このスープと麺っていうのはねすごくやっぱり美味しそうに見えるんだよね。いいすすりっぷり。そして見てください、半熟卵、これ美味しいよね。うーんってうなりそうな、そんなような雰囲気がよく伝わってきます。まだまだいきますか、まだすすりますか。美味しそうだよねメロンスープ。はい、この麺がね本当に見てるだけでもうお腹がガン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 空いてくるぐらい本当に美味しそう。そしてねいいすすりっぷりなんですけれどもね、ここで麺まで食感を変えていきますよ。コリコリして美味しいよね。そしてちょっとこうトロトロとした感じのチャーシューもいい具合に効いていますよね。そしてこの半熟卵入ってるのが特製つけ麺なんですよ。お宝出てきました。それは美味しいよね。ここのスープはですね豚骨系のコクがあるものと、それから、魚介系のちょっとこうあっさりしたものと掛け合わせたダブルスープってことです。最後まで飽きが来ない濃厚な味わいなんですね。ということで喋ってる間にもう麺がほとんどございません。最後の最後の一かけ丁寧にすくい取って、もう麺が最後の最後です。あー、まだ食べたい。まだ食べたいよね、メロンシート。はい、今日もお見事。ごちそうさまでした。美味しかった。ここの店主は仙台のご出身ということで、小さい頃から食べていた屋台の味をイメージしているそうですよ。心がほっとする味いっぱい、皆さんもぜひ食べてみてくださいね。今日もありがとうございました。